第17回、もう17回なんですね。ワクワク歴史講座にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。本日、私、講師役を務めさせていただきます、黒田博樹でございます。このワクワク歴史講座は5回目の登場となりますけれども、今回もよろしくお願いいたします。さて、5回目ということは、当然、前回の4回目の講演がやっております。では、その4回目の講演は何をやっていたかというと、こちらですね。鎌倉幕府でございます。いい国作ろう鎌倉幕府。1192年に鎌倉幕府は実施をスタートしたんですが、この鎌倉幕府の発展期から全盛期、さらに我が国を大きく揺るがした元寇、モンゴルの元の人なんですよね。この元寇とその後の鎌倉幕府の衰退、つまり衰えていくについて話しました。で、今回からは鎌倉幕府の滅亡、それと別名を足利幕府とも言います。つまり鎌倉幕府の後にできたのは室町幕府ですよね。この室町幕府の誕生からその終焉、つまり滅亡までを、実はこれ話せば非常に長くなるんですよ。そこでこの鎌倉幕府の滅亡から室町幕府の誕生、そしてその衰退までを3回に分けて順次説明してまいりたいと思いますので、まあ、今回もお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さて皆さん、そもそも鎌倉時代というのはどのような制度があったのか。当然鎌倉幕府は武士の支配するという世の中でした。じゃあその武士というのはどういうものかというと、幕府があります、当然ですよね。で、この幕府と主従関係を結んでいる武士、これを御家人と言います。で、この幕府と主従関係を結んでいた御家人がですね、自分、御家人は当然自分の領地を持っています。で、この自分の所領を幕府に保証してもらうんですね。お前はこれだけの土地はお前のもんやと認めると。で、その保証をしてもらうという、いわば御恩ですね。で、この御恩に報いるという形で幕府からの要請があれば、つまりお前あっこのやつを倒すから行ってこい、そういうふうに自費でさまざまな軍役につくなどの公務を行う。つまりこの御恩と奉公とのシステムが確立していた、定着していたのが鎌倉時代の大きな特徴だったんです。で、この軍役による奉公負担ですね、当然御家人自費であります。自費である上に遠征するところが遠くであれば、それはそれだけ当然負担が大きいものがありますよ。しかし負担が大きくても、この御家人その遠征において活躍すればいいんですよ。活躍すればそれまで相手的が持っていた所領、これは当然幕府が没収します。で、没収した所領の中から御家人専用の新たな所領を得ることができる。つまりこの奉公に報いるだけの所領をもらうことができるんですね。で、ですから御家人たちはそれぞれ自分の領地を増やすため、あるいは失敗して自分の領地が取られないようにするため、領地のことを所領と言います。で、この所領を増やしたり減らされたりしないように働くことを何というかというと、これを一所懸命というんですよ。一所懸命というのはここから来てるんです。所領を守る、その一所懸命、まあ、これが訛って一生懸命になったわけですよね。
で、この一生懸命に御家人は務めていた。これが鎌倉幕府のシステムだったんですが、実はこのシステム、時が流れるにつれて、こうしたご恩と奉公との関係が崩れていったんですね。まあ、これは前回もちょっと紹介したんですけど、なぜ崩れたのか。それは当時の武士の相続の仕方だったんです。当時の武士は、当然、一人の武士に対して、その後継ぎは何人もいますよね。例えば、親は一人だと。しかし、その子供が三人。この場合、三人どのように相続したかというと、この三人に平等に相続するようになりますね。これを分割相続と言います。分割相続、あ、なるほど、後継者が何人もいれば平等で分割するということは、一人が相続することによって相続争いが起きることもない、あ、平等であるということはいいことなんだよなと皆さん思いませんか。でもこれが実は鎌倉幕府が滅びる原因の一つになったんです。なぜ、はい、例えば一番最初の初代の御家人、初代の御家人はこれだけの領地で、これだけの領地を持っていれば当然そこから上がってくる利益は莫大もの、莫大なものがある。だから御家人の暮らしは裕福だ。しかし、この御家人が死んだ。その後、3人の子供がいた。当然、3人なんですよね。するとさっきのでかい薪はないから、こんなに減ってしまったんです。減ってしまったな。しかしまあ、3分の1やからなんとかなるよ。ところが、じゃあこの3人の子がそれ、彼ですよね。彼もまた3人だと思うんですか。当然、また3人なんですね。すると、こんなにします。さすがにこれ、これだけの広い土地で収入が得られた。こんだけの土地しかなかったら、普通収入困りませんか。ね。で、しかもこれで終わりじゃないですか。もし、これ、こうなったらどうなります？これもっと減りますよ。わかります。こんな領地でやっていくと思いますか？やっていけるわけないですよ。こういう問題が生まれてしまったんです。結局、所領が何代も分割相続を行っているうちに所領が細分化して、農業収入が減少するに対して皆さん、じゃあ、幕府の方向はどうなんですか？お前、あっちの、例えば東北地方行ってこい。九州地方行ってこい。あっちも違うわけですよ。軍役変わりませんよ。軍役変わらんのに、所領はこんなでしか。出たら続けるわけないでしょ。そういう問題が生まれてしまったんですよ。必然的に、御家人たちは暮らしに困っていく。で、しかも、これにとどめを刺したのが、前回紹介した原稿なんです。なぜ？海を渡ってやってきますよね、当然元軍は。これがミス。海を渡ってやってきた元軍を打ち負かした。ああ、よかったね。元軍、日本に所領を持ってますか？持ってるわけないでしょ。じゃあ、どっから褒美出すの？各御家人は、はるばる九州まで自己負担で遠征して、もちろん国を守るためにもありましたけど、この御恩と奉公のシステムのために一生懸命戦ったにもかかわらず、褒美でもらえる所領がないという、御家人たちには極めて深刻な事態となってしまったんですね。で、ちなみにこれが直接とは言いませんが、ね、これが直接その由来とは言いません。しかしこのように、
がては生活できなくなるということだ。こういうことをやってるやつはとんでもないやつだ。そういうことになりませんか。実は皆さん、これが一つの単語やとしましょうか。で、この単語をあっちこっち分けていって最後には暮らしていきなくなる。これを何というか、たわけものですまあこれが直接ではない、この言葉は直接こうとは言わないんですけども、まあたわけものの中にもたわけものの原因の言葉の由来の一つとなったというふうに考えられていますね。一生懸命というたわけものという、いつから黒田博樹の国語講座だったんですかね。まあすごいところでして、さっきです。はい、お気に困りました。じゃあ生活困ったらどうする？生活に困った、金がない、しかし金がいる。お金借りるしかないですよね。まあそれで当時は貸し上げる、あるいは塗装とか、そういった金融業者から借金をし始めました。しかし借りた金を返せる保証はない。もし返せなければどうか。担保として預けておいた自分の土地を奪われてしまうわけですよ、金融業者。御家人の中には哀れ、所領を失ってしまうようなものまで出てきてしまったんですね。じゃあこういった御家人が困っているときに肝心な幕府はどうしていたか。当時の幕府の支配者は将軍の執権として仕事をしていた北条氏でした。で、この北条氏ですけども、北条氏の正当な血筋を持つ家柄のことを幕府の嫡流と言います。で、この嫡流の当主である徳宗と呼ばれていた人々でした。北条家の直結、直結の嫡流ですね。で、この徳宗は権限が強化されるという特捜先制政治が行われていた。つまり御家人の困窮をよそに鎌倉幕府は特捜が自分勝手な政治を行っていた。こんなことしとったら鎌倉幕府が、ね、御家人の心が鎌倉幕府から離れていくのはむしろ当たり前ですよね。で、徳田当然不満も高まっていくと。こうした流れが出来上がっていたんですね。つまり御恩と奉公のシステムが完全に崩壊してしまっていた。それが原因となって鎌倉幕府の将来に暗雲が立ち込め始めたわけなんですが、この時代、この頃、幕府の衰退と並行してですね、朝廷においても実はこの頃皇位の継承をめぐって大きな問題が起きています。どういうことなんでしょう。当時の皇室の血筋がどうなっていたのかというと、はい、御嵯峨天皇という天皇がおられました。で、この御嵯峨天皇は1246年に自分の子である後深草、後深草天皇に譲与されて、で、元天皇として上皇、つまり上皇ですね、元天皇、つまり上皇として院政を始められたんです。この当時の皇室のシステム、皇室における政治のシステムは、天皇自らが政治を行われるのではなく、天皇を退位された上皇が、その天皇の父親、あるいは看護師、あるいは祖父、そういった権威の強みを生かして、政治を行うという方が定着化していたんですね。もっとも政治を行うといっても、それはあくまでも皇室内、京都に限っての話であって、実際の政治が鎌倉幕府が握っていたわけなんですが、まあ朝廷内において院政、
つまり情報、この五差が情報の力が大であるんです。ところがです、この合不覚さ天皇に上位された後、なんとこの合不覚さ天皇の弟君、つまりもう一人の五差が天皇のお子でいらっしゃった亀山天皇に上位をさせたんです。この五差が上皇の院政の力を持って合不覚さ天皇をおやめに天皇から退け、そして新たに亀山天皇が今日誕生した。で、亀山天皇のお子様でいらっしゃった義人親王、この義人親王を皇太子とされてしまったんです。皇太子、つまり亀山天皇の次の天皇はこの義人親王だよと。これ皆さん、ご不覚さで上皇からするとどうなるんですか。ちょっと待ってくれよ、じゃあ俺の血筋はどうなるんだよということですよね。その後です、この五差が上皇、まあ、後に出家されて五差が法皇となりますが、この五差が法皇が1272年にこの亀山天皇の皇太子として義人親王がお定めになりましたが、この義人親王に亀山天皇が上位される、つまり皇位の継承がはっきりと決まる前にお亡くなり、つまり崩御されてしまいました。五差が天皇は崩御されます。この時、皇位の継承をめぐって困り果てたんです。どうしたらいいのか。で、その時に、鎌倉幕府に朝廷を頼むわけです。朝廷が朝廷を頼むやと思うんですよね。とりあえず、朝廷ではもう決まらない。幕府の方で何とかしてくれと幕府に来たわけなんです。すると鎌倉幕府はどう決めたのかというと、じゃあ分かった、とりあえず皇太子として決めた以上は亀山天皇のお子様の義人親王は天皇として即位していただくと。で、この亀山天皇のお子様は後に後宇田天皇として即位される。これ、親子したので、皇位の継承というのをこうしましょう。ご不覚さ天皇が先に天皇になられた後、亀山天皇が誕生。で、亀山天皇が上位された後、ご宇田天皇が誕生。じゃあ、この後はどうするのか。次の皇帝、幕下、ここで鎌倉幕府はこう言ったんです。じゃあ、次の皇太子は、合不覚さ天皇のお子様でいらっしゃる広仁親王にしよう、つまりこっちなんですね。合不覚さ天皇のお子様でいらっしゃる広仁親王を合宇田天皇の次の天皇にしてしようということなんです。はい。つまり幕府の朝廷によって呉不覚さ天皇の血統と亀山天皇との血統がそれこそまるで天皇の血統を持明院統、亀山天皇の血統を大覚寺統といいます。この持明院統と大覚寺統とがまるでキャッチボールのように次々と、ね、これを何と言うかというと、つまり持明院統と大覚寺統の両統が天皇を退けられたり立ったりする、つまり両統結立ですね。両統結立と
という状態が続いたりですね。さて、そうなるとどうなるか。確かにキャッチボールをしようとなったけど、次のキャッチボールの保証がないですよね、これ。そこで、自民院党も大学寺党も、次は私の決闘にということです。なんとか自分の決闘に有利な地位を得ようとするなど、お互いに結局、激しく争うようになっちゃったんですね。で、こういった両党設立が続く中、いや、これはおかしいやろ。対立状態はもうこれ解消せない。で、解消した上で、やはり、我が国は天皇が国家統治の大権を持つ。これが当たり前じゃないか。こんなふうに、タンパラバックに任せて、こんなんやってたらあかん。もう俺がちゃんと天皇としてはっきりと立って、政治の実権を幕府から取り戻そうと考えた方が現れています。それはこの大覚寺党から現れました。もちろん、後醍醐天皇です。大覚寺党の後醍醐天皇は、もはやもうこういう領土を設立をしていてはダメだと。この大覚寺党の自分の決闘、自分の決闘から新たに鎌倉幕府に頼るんじゃなくて、自ら天皇の政治を行うぐらいの力、強い力を持たないといけないという、この後醍醐天皇の決意を示したんですね。で、この後醍醐天皇なんですけど、北畠千勝などの優秀な人材を積極的に登用されて、少しずつ力を蓄えていたんです。朝廷の後醍醐天皇はもう、こんな領土の設立はダメ。自分の決闘に集中して、なおかつ幕府、鎌倉幕府から政治の実権を奪うと、取り戻す。で、実際にこの後醍醐天皇は本当に動きました。後醍醐天皇は倒幕の計画を二度も進めれたんですが、残念ながらいずれも失敗されて、で、幕府によって沖ノ島に流されちゃったんですね。さて、後醍醐天皇が流されてしまった。じゃあ、京都には天皇がいなくなる。それは困るということで、この大覚寺党の後醍醐天皇が流されて、次は自民院党から光厳天皇ということ方が即位されたんですね。あ、ちなみに、この、後醍醐天皇の倒幕の計画2度目、1回目は1320年に起きた小中の変、2回目は1331年に起きた元寇の変と言われていますけども、これいずれも失敗したことによって、自民院党の光厳天皇が新たに即位されます。しかし、この後醍醐天皇、何を言ってるんだ、世の中に天皇は私一人だ。後醍醐天皇は自ら天皇の地位を降りられることを拒否されました。その結果、この光厳天皇が即位されて以来、我が国にはお二人の天皇が並立されることになったんですね。京都におわします光厳天皇、沖に流された後醍醐天皇、これが後の南北朝時代の流れです。さて、後醍醐天皇は確かに京都から追放されて沖に流されました。しかし、この後醍醐天皇の意を組む、例えば、後醍醐天皇のこの森吉親王、別名森永親王なんです。この森吉親王は、父の追放された父の意志を継ぐべく、諸国の兵を募って幕府に抵抗し続けました。また、幕府に対抗する武士団という意味で、悪党、これ悪党っていうのは悪いっていう意味じゃないんですね。どちらかというと強いという意味です。この悪党の一人であった、もちろんこの人です、大南道楠木正成君ですね。
河内の千早城、あの河内長野の千早赤坂村ってありますよね、 あそこです。この千早城に立てこもって幕府の大軍と戦いました。でこの正成、わずかな兵で幕府に対して抵抗を続けたんですね。皆さん、この正成、最終的には逃げてしまう、最終的には攻められて脱出するんですけど、わずかな兵で長期間幕府に抵抗をした。実はこれが幕府滅亡の流れを作っちゃう。なんで鎌倉幕府は言うまでもなく武家政権です。武家政権が何でなりますか。他の勢力をそれこそ腕力に物を言わせて頭から押さえつけることによって成り立っている政権なんです。ところが大軍で楠木正成がこもる千早城に攻め込みながら、わずかな兵しか持っていない正成の軍勢に、軍勢になかなか勝てない、勝てなかったんですよ。あれだけの兵を持っとって幕府は何をしてるんやと。これが結局幕府の威信に傷をつけてしまったわけなんですね。事実、この正成がしぶとく戦っている間に全国各地で鎌倉幕府を倒せという倒幕の軍勢が次々と集まってくるようになったんです。で、倒幕の軍勢が自然と増加していったのをお聞きになった後醍醐天皇は1333年、沖ノ島から脱出されて後期鳥取県西部です。いろんなことがあったんです。この鳥取県西部の名和長俊を頼ってついに天皇を自ら挙兵されました。で、この事態を重く見た幕府は天皇が挙兵したのが大変だということで、北条氏と姻戚関係にあった、つまり結婚関係でね、つながっていたんですね、有力御家人を現地へ派遣しました。実はその現地に派遣された御家人こそがこの足利尊氏だったんですね。しかし、ただしこの時尊氏の名前はこれです。尊氏の名前こっちではなくてこっちです。これで尊氏です。その何故かというのは後でまた説明します。さて、足利尊氏は清和源氏の一族であった源義家、源義家といえば清和源氏、まあこの豊野町のただの万中武士の始まりとして、ね、源の三中は非常にゆかり、清和源氏ゆかりの深い都市ではあるわけなんですけど、この源義家の子孫である御家人、北条氏の御家人の中でも名門の出身だったんですね、高尾。しかし皆さん、鎌倉幕府の威信が地に落ちた、幕府はもう長くはない、そういった現実を見極めた高氏は幕府に対して謀を起こすことを聞きました。高氏は他の幕府軍勢力を率いて京都に入り、1333年5月7日には六原丹大を滅ぼします。そして同じ頃です、高氏と同じ源義家の血を引く新田義貞、この人も現在の群馬県である神津で倒幕の兵を挙げて鎌倉へ向かいました。京都では高氏が六原丹大を滅ぼす、そして新田義貞はそのまま鎌倉を脱出した高氏のこの戦時後、後の足利義明ですと合流して2人で鎌倉を攻めていったんです。で、5月18日にはこの勢い止まります、止まることなく北条氏最後の執権である第16代の北条盛時を滅ぼし、その4日後の22日には特捜ありましたよね、北条家の嫡流です、特捜の北条高時、内官邸の長崎高槻らを義貞の戦場は次回に述べます。そしてついにこの瞬間、1333年、足鎌倉幕府足利氏で源の頼朝以来約140年間続いた鎌倉幕府はついにその幕を閉じ、滅亡することになってしまったんですね。